Fukuoka 国際女子柔道選手権大会、永井敦子が目下60連勝と連勝記録を伸ばしました世界の柔らちゃん田村涼子に挑みます。こうして並んでる時って山下さん、はい、ね、まあ日本人選手同士でしょう、はい、ね、まあ、あんまりもう何も考えてないですよね。あ、そうですか。自分の気持ちをこう集中して高めていくことに専念してるんじゃないかと思うんですね、だから 目の前何も見えてないと思いますよ。見えてない、はいはい、そうですね。あの視線もどちらかというとあの水平よりも上の方にこう、ね、はい、行ってる感じがありますよね。お母さんが温かく拍手で迎えます。48kg級決勝です。しかし田村選手の表情というのは何かこう相当期するものがあるというかね、はい、あの普段に比べるとかなり厳しい顔しますね。してますね、やはりそれだけにあのここまで今日3試合勝ったんですが、はい、3試合勝ったのはこの決勝に勝つためにとにかく勝ったんだっていうね、はい、そうですね、ここで敗れたんじゃ何にもならないというなんかそういう気持ちが伺いました。とにかく歴史は勝者だけの記録こう語る、はい、田村選手ですからね。その記録を伸ばしました。60連勝背負いに行きます。また背負います。永井は今度は大外のチャンスを伺います。ささささささっとね、横にあのすり足で動きますね。こうしっかり組まれるとちょっとやっぱり永井の方もやりにくいんじゃないですかね。そうですか、この組手はいいですね。内股行きます。どうですか、巻き込みました。効果、内股で巻き込んで効果です。早くも柔らちゃんが効果一つリードしました。これ足が抜ければ抑え込みですよ。そうですね、足が抜ければそのまま抑え込み、けさがらでに入ります。抜けました、抜けました。まだ抑え込みは先制られません。回しました、逃れましたですね、はい、熊部さん、はい、田村選手ですけどもね、この福岡の会場に来るとやはり懐かしいしほっとすると、で頑張ろうという気持ちが自然と湧いてくるんだということが試合前に言ってましたよ。まあ、この女子国際大会でですね、はい、そうなんですね、育った選手ですからね。1990年、はい、中学校3年生それから4連覇、この大会で前人未到のこの大会の5連覇になります。効果を一つリードしました。赤、背中がやや長身の長い、長いは155センチ、一方の田村涼子は146センチ。ああ、背負います、有効です。警戒していてもね、やっぱりね、はい、この2人はですね、はい、右の相四つなんですね。そうですね、どうしてもやっぱり長いの方もがっぷり組んでしまうんですね、はい、お互いに十分で持ち合ったらやはり自力は球の一番上ですから、はい、どうしても部が悪いですよね、今日はああいうふうにあの膝を畳につけての背負い投げなんですがね、はい、本来この柔らちゃんの背負い投げというのは大内刈り有効、有効2つ目、試合が一歩利用的ですね。あのピシャッとこう叩きつけるような男性的な背負い投げ、はい、思ってますよね。高い背負いですね、高い背負い、今日はちょっとあの低い背負いが多い、低い背負いが多いんです、現在25秒に内股効果、そして1分10秒背負い投げ有効、そして今大内刈りで有効です。熊部さん、はい、永井選手は今自分の柔道を変えようとしている時期なんだそうです、で今までのように組み際を狙うのではなく今日もしっかりと組んでいきたいと話していました。そうですか、はい、しっかり組みたいという、お、今度はすくい投げ、足を絡めて防ぎます。しつこい、必要な攻めですね、私しつこいと言いましたが必要な攻め。田村涼子、柔らちゃん、あの普通一つ防いでもですね、はい、その次次が来ますから、相手は全く気が抜けないですよね。永井は今年はフランス国際優勝です。ただ自分よりですね、実力が上の選手である場合には、はい、互角に組み合ったら分が悪いですよね。そうですね、はい、だから相手の力を殺すことを考えていかないと、はい、長いの勝機ってのは少ないんじゃないですかね。この組手はもう田村十分ですからね。そうですね、技をかけられてもあの今度は払い腰にきます。東福岡柔道教室の後輩が今田村の右の方ですが、2階のスタンドからゆけゆけ田村という、手拍子の可愛らしい応援をしています。こちらです、目指せ V5 田村選手、今ちょっと一方的にですね、田村のペースになってますけども、はい、
っぱ長い先に攻めなきゃダメですね。そうですね、はい、いい足技を持ってますから先々に1本を切りました。仕掛けていかないとチャンスがないと思いますよ。今日はこれまで全て一本勝ちの田村です。ロドリゲス、ブラジル、中国のホーチー、オーストリアのボルデマン、全て一本勝ち。一本勝ちと言いますと60連勝の中で今日のこの分を入れますと合わせ技一本勝ちも含めますとね、はい、60連勝の中で48試合がいわゆる一本勝ちなんですよ。48試合が一本勝ちですか、ですから8割これはすごいアベレージですね。素晴らしい一本勝ちの勝ち、ね、リクエストで足を払いました。出足払いです。効果効果、これが2つ目入ってますね。これ、腕を固めてます。はい、肘から取り、長いが、はい、逃れました逃れました、はい、唯一のチャンスでしたね今長いはね。残り時間があと20数秒です。もう今のところずっと玉野を攻めっぱなしですね、はい、一方的ですね。ヤラちゃんが好きな食べ物は焼肉とお寿司なんですがね、今日終わりますと少しは食べることができますよね。一段落しますから背負い投げでいきます。巻き込みます。残り7秒、6秒立ち上がりました。時間はもうありません。やわらちゃん小さなガッツポーズ5連勝福岡国際女子柔道選手権大会 V5 を成し遂げました。有効が2つそして効果が2つです。一方的に攻めまくりました。このポイントを取っても最後まで攻めまくる柔道というのはやっぱり、柔道陣みんなが見習わない監督ですね。そうですね、はい、素晴らしい試合でした。はい、まあ、一本勝ちこそできませんでしたけれども本当に内容の濃い、はい、世界チャンピオンにふさわしい柔道を今日も見せてくれましたね。大内刈り本当4分から攻めまくったと、はい、そんな感じですね。放送席48キロ級大会史上初の5連覇田村亮子選手です。おめでとうございます。今大会は5連覇プレッシャーもあったでしょう。そして追われる立場でもありました。自分との戦いでもありました。非常に大きな意味があると思います。そうですね、まあ、あの5連覇かかってたんですけど、まあ、試合の前にちょっと体調を崩してあのベストコンディションでは今回臨めなかったんですけど、でもそういったあのどんなあのアクシデントでもですねこうやって勝てたことはすごく自分にとって自信になりましたのであの嬉しいです。大学生になって初めての福岡国際ということでそのあたりは自分でどんな気持ちで今日は臨んだんでしょう。そうですね、地元の福岡の東の道場の子どもたちもみんな応援来てくれてて、で、まあ、学校の高校時代の友達とかですね、まあ、あとあの全日本の先生方とかあの応援してくださった皆さんに感謝しています。5連覇そして連勝記録は61。田村選手の好きな言葉で歴史は勝者だけの記録という言葉がありましたが記録を作りました。いやあのまあそうですね、あの5連覇っていうのも自分でも本当信じられないんですけどあのすごく嬉しいです。その強さというのは自分で分析しますとどういうところなんでしょう。まあ、やはりあの先生方のですねアドバイスなんかをしっかり聞いてあのいろんな方のご指導をいただいて、まあ、自分一人じゃ強くなれないので、まあ、そういったところから今日こうやって優勝できたと思います。最後に来年世界選手権そしてユニバーシアード大会があります。今日はたくさんの応援がありました。ファンの皆さんにメッセージを兼ねまして、抱負をお願いします。あのご声援ありがとうございました。でまたあの来年世界選手権がありますので2連覇達成できるようにそしてあの皆さんの期待に応えれるような柔道をこれからもっと取っていきたいと思います。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。5連覇を達成しました田村亮子選手でした。好調した肌に汗そして輝く瞳に涙、本当に素晴らしい財産です。やわらちゃん大会5連覇を達成しました。本当におめでとうございます。